山口県の宇部市っていうところにすごい前から行きたい場所があって、で山口県って言ったらね、平安時代壇ノ浦の戦い、これがあったところでしてね、壇ノ浦の戦いをこう何て言うんですかね、そういう資料館みたいな、そんなの中に一個そのアミューズメントってことはないけど、英語でね、切った切られたっていうねあるんですよ。その体験できるんで、切った切られたって、切った防線切られたっていうそれもずっと行きたくて、俺別にそんな戦争ね、その歴史マニアとかそんなんやないけどね、行ってきたんですよ、1ヶ月ぐらい前に。もうそれだけの目的よ、贅沢でしょねえ、で行って、もう壇ノ浦の戦い自体にはそんな興味ないですから、切った切られたやりたくて仕方ないですよ、教えますけどこれはね、すごかった。あのね、数ある過去の戦争の中で唯一壇ノ浦の戦いだけが、この武士とこの武士が戦って、次にこいつとこいつが戦ってみたいな流れを全記録してるんですよ。これは壇ノ浦の戦いだけなんです。だからある程度そのまんまに再現できるんですよ。ドンとしたホール、もうこれの2倍ぐらいあるホールの中に、もうなんていうんですか、もう立体の映像としてこう、うわーって戦争が再現されんのよ。でそれをカメラマンが使ってるようなこういうクレーンあるじゃないですか、こういうそれにこう移動して上からそれをこう見れるっていう感じなんですよ。ほんでちょっと水経衰弱に、神経衰弱に似てて、あの誰と誰が切った切られたの関係なのかっていうのを予想するんですよ一回も戦えへん二人もいるじゃないですか。それをここになんかこうパネルみたいなのがあって、一武士全部の武士に番号を振ってやって、例えば1と14でこう適当に押したら無関係である、正解する30秒ぐらい前からはこう、うわーっと再現してくれるみたいな、行って行って行って皆さん行ってよすごい楽しくて、ほんでずーっとそれをやりながらな、ゲームみたいな感じでこうクレーンでこう上から見ながらやってた時に、だんだんと気づいていったんですけど、味方同士でなんか回してるんですよ、バトンみたいなでずっと案内してくれてるおじさんがいてね、俺聞いたんですよ、なんか味方同士だけでなんか回してませんっつったら、よく気づいたねみたいに言うんですよ。これは壇ノ浦の戦いだけに限ったことじゃないんだけど、昔の武士はね、ユーモアがあったんだよっつって、だから自分が命を落とすかもしれないこの戦場でも精一杯楽しんだんだって言って、その味方の中でまんじゅうをね回すっていうのを遊びでやってたよずーっと。ほんでまんじゅうが見つかったら、問答無用で見つかったやつは殺されるんですで、さらに殺される直前に周りのやつらを笑かさなあかんってルールあったんですって見てたらまんじゅう覚悟ってあったんですよ。ほんでパッとこうみんな動きが止まるんですよ、見てたらね、再現を見てたらまんじゅうって言うんですね、もう笑ってるんですよ感情はもう分からないですよ俺らが計り知れん感じだよで、その死ぬ前もう切られる準備はこうしてるわけですよ、もう問答無用で切られるっていうルールやからね馬の携帯もしたって言ったんですよのおじさんが、いやぶっ飛んだ
時代だろそれに比べるとさ、今のこの現代の男っていうのはこの決められた法律の中でずっと丸く収まってる。そう考えると現代の男たちが可愛く見えてくれないかな、可愛いだろって言われたんですよね。いや、思考がまだそこまで行ってないですよ